それをやめる、その自分が一生懸命でやってる時もやめる。楽天が夢だったっていうのはありますよ。公演やったらいいんだなって夢でしょあれ。好きにならなきゃダメです。それ自分の仕事に惚れなきゃダメなんですよ。